はい、こんにちはくんです。ということで、ここがね、狭すぎるということで、今回はね、ここ拡張したいんですけど、この複雑な鉄部品と、木の板、またね、必要なものはこの墓場のスペース拡張っていうのなんだけど、これ実際はこの作業場のスペース拡張らしいんだよね。で、これしたいんだけど、複雑な鉄部品は金床？ちょっと待って、金床はどうやって作るの？これか。オッケーオッケー。ただ、これちょっといくつかやんなきゃいけないのが、これ石切り場ぶっ壊すか。あのさ、潤沢にこの石さえあれば石置き場とかいらないんだよ。わかります？なので、今回はとにかく石を切りまくって、もう石切りしなくていいレベルに石を取り揃えます。カットだな、こっから。はい、ということでね、いくつか石を壊してですね、見てください、このテクノロジーの、これ結構溜まったでしょ、さっきと比べて。で、石をいくつか壊して、で、鉄のインゴットをね、買ってきました。もう炉で焼こうかと思ったんですけど、時間かかりそうなんで買ってきました。そこで金床をね、金床どうしよう、どこに置く。ここにしようか。はい、金床置きました。金床で、はい、工作で、複雑な鉄部品は単純な、おい、鉄のインゴットが必要なの？すごいね。鉄のインゴットはいっぱい買ったけどさ、そりゃマジか。ちょ待って、いくついるんだ複雑な鉄部品。鉄のインゴット2個しかまだ持ってない。ちょ待って、10個。じゃああと5個いるってこと？鉄のインゴットがあと4つか。あ、4つなら大丈夫だ。ギリギリ足りる。多分ギリギリ作れますね。うわー、マジかよ。鉄のインゴットめちゃくちゃいるね。ギリギリなんとかなりました。で、木の板なんだけど、木の板はこれか。これ余裕だね。縦入り切り丸太材があれば作れるから余裕すぎる。はい、ちょっとガンガン作りましょう、木の板。あ、ちょっと待って、体が疲れて作業できなくなった。ちょっと寝ましょう。いやさ、この意外とこの睡眠がさ、めんどくさくてさ、時間が経っちゃうんだよね、だいぶ。なんでこのなんだっけ、この紫の日が来たから、お祈りもちょっとできるはずなんで、祈り捧げとくのもやりましょう。あと2個だね。はい、で、これで墓場のスペース拡張ができます。うわー、すごかったな。あ、おーおーおーおおお、なんか一瞬で広がったな。すごい、一瞬で広がりました。はい、無事拡張は完了しました。これで炉とかが作れるようになったね。はい、単純な鉄部品とか必要ですけど、よし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 。で、これを作るために、まあそうだな、炉か。炉を作るためには単純な鉄部品があと3つ足りなかったりすると。単純な鉄部品は鉄のインゴットが1つ必要か。まあ、買ってもいいね、単純な鉄部品に関しては。まあ、なんとか拡張ができました。よかった。これでなんかいろんなものが置けないってことが、まあなくなるかなと思います。はい。で、で、ちょっとまたこれ切らないと、お金稼ぐ、俺の中でのね、このお金を稼ぐためのね、この原資はこれなんで、完全に。この石運びしかないんで、僕には。石運びは最強の金策です。石運びして、こう石を石屋に売りつけると。しかもこれがね、意外と効率がまあいいんですよ。石を運び続けるだけでね、なんとかなっちゃったりするんで。あと、まあ、鉄鉱石かな。鉄鉱石どこで掘れるかまだ分かってないんですけど、まあ、ちょっと調べましょう、ちょっと後で。この4つでね、だって24個石がゲットできて、24個石があると、まあ、3ドルぐらいにはなるんですよね。3ドルってまあまあで、まあ、結構いいんですよ。3ドルあれば。はい。よし。で、これでまた石を削って、石を打ってを繰り返すと。じゃ、鉄鉱石、ちょっと待って、調べてみるね。鉄鉱石もちょっとやりたいな、これを機に。炉で鉄鉱石多分焼けると思うんですよ。きっと。だから、なんか西の端の方に行くと、こっちか。西側の端修理したじゃん。あの向こうにはなんか鉄鉱石がたくさん取れる場所があるらしいんで、そこ行って、やばい、ちょ、まずい。死体忘れてた。完全に。疲れているようだな、よく眠れたかい。全く俺も眠ることは恋しい。墓守の仕事を持っていた以上に大変。何もかも私やらなきゃいけない。そういえば思い出した気がする。昔墓守にお手伝い役が大勢いたんだ。みんな俺みたいな奴らユーマのセンサーかけてたけど、1人は1人は境界地下の北側の壁で封鎖で縛られてる。なんでか忘れたけど、あいつの鎖は絶対出さないようにした方がいいぞ。誰のことだろうね。まだ見てないのかな、俺。あー、でもこれ、どうなのこれ。一応これ取っとく？抽出しとく？本当に必要なのか分かんないけどね。必要なのか分かんないけど、とりあえず抽出できるまま抽出しときますか。でもこれ死体損壊なんじゃないのかな、これ。
損壊しまくって大丈夫なの死体を。やば疲れが見える。ちょっとあんまりこれ寝たくないんだけどな。死体いじくってたら疲れてきたわ。こいつすぐ眠たがるんだよな、作業すればするほど。でも俺もそうなんだけども、実況動画撮れば撮るほど眠くなるから。マジこれはマジだよ、あれ実況動画とかね、撮れば撮るほど眠くなるから。なんでなんだろうね、あれ疲れんのかな。やっぱだってずっと話してるじゃん、こうやってずっと話してて、でまあ考えながらゲームももちろんするし、まあ脳死でやれるゲームもあるけど、ずっと話してるから、まあ疲れるんだよね。となるとやっぱり眠くなりますよ。さあ、おお君、こいつはまだいいや。ちょっとね、ここの祈りを捧げるっていうので、祈り捧げれるのかな。よし、この簡単な祈り工作。あ、なんか来た。いくつか言葉をお話したいと思います。私たちのこの教会素晴らしい、いいね。え、クソつい、ほぼクソついだけど大丈夫なのかな。寄付はいつでも歓迎です。私の出す金はない、私の出す金はない。素晴らしい説教だった。あ、まあ3人ぐらいは寄付してくれた。よぼ。なるほど、これで金になるわけだ。あーひどいな、ひどい話だな。なんだっけお前、あ、ボール20個か。何お前売ってくれんの。クッキー、法則、まあいらないわ。ちょっと一回寝よう。一回寝て、次の日に西の方に行ってみましょう。で、この死体を損壊しないとな。死体の損壊作業は中途半端だ。何もかもがね、ちょっと滞っている。この鉄鉱石も変わってこなきゃいけないからね。これもしなきゃいけない。大変だ。まあでも俺が本当に好きなのはこういうゲームだからな。多分これ、6万再生ぐらいになってるんじゃないんだろうか、おそらく。5万再生ぐらいかもしんないね。それでもいいんだ。とりあえず、こういう枠のゲームだから。で、ちょっとやれることからやろう。よし。で、ちょっと待ってね。鉄鉱石置き場とかいうのは多分作れるはずなんだよ。これは作っとこう。はい、鉄鉱石置き場作りました。で、あと、多分この、どれだっけ？炉か。単純な鉄部品2つと、3つと、縦切り丸太材か。なるほど。単純な鉄部品買ってこようかな。意味ない気がするよね、正直。そう、鉄鉱石なんかこの北の方にもあるらしいんだけど、あ、これか、これが鉄鉱石か。まあ、ここの取ってもいいけどね、とりあえずで結構あるな、鉄鉱石。意外とあるじゃん。意外と鉄鉱石あるな。意外とってか、かなりあるな。あ、悪くないね。しかもこれ6個、ん？なんだ？あ、なるほど。木の棒いらないっす。鉄鉱石6個ゲットできたわ。これを炉で焼けばいいのか。なんだお前。邪魔。サヤム邪魔。一回物入れてこ。もう木もこの辺も取り尽くしたね。この辺の鍵とかはまだいらないよね。メモとかも、この辺もまだ。必要になったらまた持ってくればいいや。はい。なんか切れる木がないな。この辺の木切れるか。なんか無限木みたいなのない。ないんだっけ、もう。でも切り尽くしてんな、だんだん。多分無限に切れる木多分その辺あるはずだから、まあ、そのうちでいいや。はい。こいつで縦切り丸太材を作りましょう。もう木もなんか、すごい自転車操業みたいになってるよね。一個足りなくなり次第なんか調達するみたいな。よし。石がだいぶ あるから、これを売っ払って、石のかけらがたくさんあるから、これを売って、代わりに単純な部品を4つ買ってこようか。それで行きましょう。それで炉が作れるから、その炉で、この鉄鉱石燃やしてインゴットにすると。よし。ちょっと、鉱酸が立ったぞ。よし。あー。なんとなく見えてきましたね。いいことだ。これって一体さ、全クリって何なんだろうね、このゲームの。ちゃんとあんのかな？元の時代に戻れんのかな、これそもそも。どうなんだろうね、そもそも元の時代に戻るという概念があるのか。また石ゼロになっちゃったわ。鉄鉱石できれば鉄のインゴット売りたいよね、鉄鉱石でビジネスして。そっちの方が高いんじゃねえのかな。どうなんだろう、効率にもよるよね。鉄鉱石の方が高いのか、それとも、鉄鉱石とかインゴットか、ちょっと鉄鉱石、ここ売れんのかな。あ、そんな高くねえわ。値段的にはゴミだね。ゴミだね。普通に10円か。やめた方がいい感じだね、もう。よし。帰りましょう。やめた方がいいレベルだな。ちょっと、この木を伐採してから帰ります。お土産持って。はい、お土産持って帰ります。
いいね、この、村に行くためにお土産で木持って帰るのいいね。伐採して、勝手に伐採して、盗んで持って帰るっていう。勝手に持って帰るのなかなかありかもしれないですね。はい。で、炉を作りましょう。ん？石のかけら、あ、はいはいはい。石のかけらね。あ、だって寝ないとダメだ、これ。寝ましょう。こいつ俺みたいな生活してるよ。眠りたい時に疲れたら寝て、疲れが取れたら起きて活動し始めるみたいな。だいたいこいつの生活 YouTuber と一緒だね。YouTuber ってゲーム実況か。YouTuber って大変だよな。だって昼間に撮影行くとかさ、誰かとコラボするみたいなのってめちゃくちゃ多いわけじゃん。だからこう、やっぱ無理だと思うよ。一日一本。一日一本じゃないと無理だもんね。逆に言うとゲーム実況者一日一本俺甘えだと思ってるから。余裕じゃん、ゲームやるだけなんで。一日一本ゲームするだけとかクソ余裕だよ。正直。遊び回れるよ。6つ行くか。今回6つ持って帰りましょうか。よしよし、いいぞ。8個か。よし、8個持って帰ります。やばいやばい。こんな押す力があるんだったらもっといろんなことできるだろう。持って帰りました。たくさんちょっと作れる準備だけしとくわ。もう2つ持って帰ればなんとかとりあえず作れそうだな。次のはこれ、ここ置いとくか。どうせこれなくなんねえもんな。これなくなんねえからもう気が向いた時に取りくれいいわ。だんだん発展してきて嬉しいな。あ、まずい。あー、疲れた。寝なきゃ。寝る前にちょっと待ってね。炉を作って、ろくろとかも本当は作りたいけどね。まあいいや。作成パートいるのか。これ寝なきゃ作れねえ。ゲーム実況取りすぎて疲れたから寝ます。起きる頃には夜と。生活が逆転し始めてる。いや、夜ってより夕方だなこれ。起きんの絶望的な感じだこれ。朝起きたら5時みたいな。あ、俺よくあるよ。朝起きたら夕方5時とかが一番よくある。よし、炉はどうなの。燃料、木の棒。あ、燃料、木の棒入れれるのか。鉄のインゴット、2分30秒。なにこれ、作れんのこれ。足んないのか、もしかして。あー、わらを作んなきゃ、薪を作んなきゃいけないのか。25炎。あー、20炎だけか。あー、だいぶかかるんだな。石炭はめちゃくちゃ燃料になると。薪か。薪とか作れるんじゃねえ、なんか。薪割りとかできそうな気するけど。薪割り場所。あー、じゃあこれ。これちょっと横切り丸太材作って、よし。で、薪割り場所ここにするか。薪割り場所作ったからにはちょっと木を調達してこないといけないな。あー、でここでも薪をこう割ると。10個になったぞ薪。一気に10個もらえるもんなんだ。石炭があるのが本当は一番良さそうだけどね。あー、これ時間かかるんだ。うわー、マジか。え、寝たらこれスキップされたりする。ちょ、寝てみるか。ちょ、寝てみます。あ、焼けてる。ちゃんと大丈夫だ。え、でもこんだけ寝てやっぱあれなんだ。なん、たくさんあってもいいかもな、この炉みたいなのね。たくさんあっても良さそうじゃね。でもなんか随分なんかちんたらした作業になりそうだな。なんとかもっと一気にこうなんか作る方法はないものなのか。ちょっと待って、釘作って。釘も8個か。そう、釘があれば、なんだっけな、ろくろが、もうちょっと縦切り丸太材が必要。はい。大忙しだね。なんか、炉ができてから。なんかいろいろできそうだけどね、炉のおかげで。これ持ってけねえか、これ。よし、持ってけた。よし、いいぞ。よし。で、縦切りか。で、ちょっと睡眠すると。で、睡眠してないね、多分鉄鉱石1個出来上がるから。やべえ、忙しい。マインクラフトだ。よし、今日ここまでにしよう。はい、こんにちは、くんです。ということで、前回鉄鉱石を作ったり、炉を作ったりすることができたので、今回はちょっとそこについて、もう少しやっていきましょう。ちょっとね、生産体制が割と充実してきたので、もうちょっと簡単に生産ができるようになるかと思われます。で、これか、ろくろか。ろくろ一応作って、で、だいぶね、作るものはだいぶ作ったはずなんだよね。
総ホースもあるし、なんでもあるね、割と。木の打ち付けでもある、鉄鉱石もある、物入れ箱はないけど。大体いろいろあるね。なんで、揃ってきたかなと思います。必要なものは。もう一個ぐらい炉があってもいいかなって気するけどね。せっかく場所も広いから。工作。粘土と水か。手間ぜき。何ですか手間ぜきって。手間ぜきって何ですか知らないですよ、それ。炉2ってのもあるのか。鋼鉄のインゴット。おー。なるほど。で、手間ぜきって何ですか手間ぜき。手間ぜき。何手間ぜきって。あ、大きめの切りを切り倒すと丸太が2本手に入る。おー、こういうのもあるんだ。あ、これの抽出ができる。これはね、アンロックしといた方がね、多分この青ポが溜まりやすくなるとは思うんですよね。下、一つの死体につき。アンロックしときましょう。解放。ああ、このろうそくは大事らしいから、ちょっとろうそくアンロックしときますか。OKOKOK。そう、教会の作業台とかもね、作りたいんだよね、できれば。もうアンロックしとこう。必要そうなものは適当にアンロックしときます。よし。ちょっと鉄鉱石みたいなのがちょっと取れるらしいんで、西の方。西にね、石炭とかもあるかもしれないんで、ちょっと西の探検を今日はしてみましょう。西に行きます。さ、これ何？これなにしてんの？あ？粘土。ああ、こっから粘土取れるんだ。ああ、まあ、ろくろ作りか。でさ、この水だけどさ、水ってこっから回収できないのか？回収できないね。どうやって回収するんだ？なんか水は近くの井戸で汲めるらしいね。ちょっと後でやってみますか。ああ、こういうことか。まあ、この辺に落ちてるってことか、鉄鉱石が。あー、まあいいけどって感じだね。なんか無限に鉄鉱石が出てくる場所とかって特にないのかね。ちょっと冒険したいけどこれいけね。でもなんか、ほぼ無限ぐらいのレベルでなんかたくさんあるな。すげー、なんか、霞んでるめっちゃ。何これ。わけわからんな、この辺とか。まだ全然行ったことがない場所ですね。いけねっていうか。まだ難しそうだな。とりあえずこの鉄鉱石を、ちょっとお土産に持って帰って、あと粘土か、まあ持って帰るとしたら。で、この木をお土産にして、はい、これをお土産にして持って帰ります。粘土どれくらい出てくるんだろう？無限なのかな、この粘土って。アンリミテッド粘土、これ。あ、これアンリミテッド粘土っぽいな。無限じゃん、これ。粘土屋さんできるかもな、これ。しかも緑、あんまり、これ、取れないから、ありがたいね。よし。持って帰りましょうか。近くの井戸で汲むって書いてたけど、どこに井戸あったっけ？あ、これか、これか、これか。どうやって汲むの？でも。で、あと、ろくろ作ったりとかすれば、なんかあの、神官の、この日までにはろくろ作っときたいね。なんだっけ？ろくろじゃなかった。なんか、器だっけ？作っときたいね。ろくろで器作れるだろう、多分。どうやって作るの？これ。大量に作れるな。水。お、無限に作るか。よし。水7個入手。で。あ、なんだ、なんかこれ、水作れって書いてんな。水、手間ぜき。手間ぜきってなんだよ、これ。このアイテムを使うことで水を入手できる。え入手した今。入手してなくない？待って、手間ぜきってなんだ？なんだ手間ぜきって。What？ ちょっと待って、なんかちょっと探してくるわ。なんか地下墓地のところにあるものをなんか使うのかもしんない。なんかちょっとちょろっと見たところによると。ちょっと待って。なんか教会地下で手間ぜきが作れるみたいなことをね、ちょっとなんか書いてるので、ちょっと行ってみましょうか。これ結構攻略サイトなしでやるの無理だろ、これ。なんか難しすぎるぞ、このゲーム。攻略なしでやんの。ねえけどな、手間ぜき。使えねえけどな。っていうか。なんだ、教会地下、どこのこと言ってんだ、教会地下って。なんかね、ちょっとね、複雑なね、ことが行われてて、西に行って、なんか、こっちに行けばなんかいるらしい。どうやら。なんか人がいるからそいつに会ってくるっていう風なことをね、見たのでそっちに行きます。うおうさおうしてるんだが。そんなん分かりっこねえだろ、こっちの土地になんかあるかなんて。なんだ、なんかあるぞ。どうやって行くんだ、ここ。合ってんのか、こっち。
っち進めなくて、こっちはいけるのか。迷路じゃん。もう。なんだこれ。また橋か。あ、釣り竿？はい。ここか。なんかぐるっと一周回ってきたぞ。え、ここまた何回もここ来なきゃいけないかとかないだろうな。あ、なんかいる。これか。え、まさかいけない？え、まさかの道が違うとか。通れるだろ、そこ、じじい。え、ちょっと待って、ちょっと待って。もう二度と来ねえよ、俺、ここ。悪いけど。あー、よかった、来れた。ここか。うおおこんにちは。クロソ。クロンか。クロソ。足し去れ悪魔め。私は幽霊じゃない。近くの墓も、墓場で墓守やってるんだ。本当に違うのか。ところであなたは、実にいい質問だ。ここ数週間私もそれが分からなくていくつか見当はついてるんだけど、私は魔女と妖精とお姫様はどれに見える？魔女。あ、こいつが次元を開く扉持ってんじゃね？姫様に頭良すぎるのかも。とにかくあんたの手を借りたい。あんた何も覚えてないよ。私は何も、目を覚ました時手にこのメモが握られてた。記憶喪失に陥ったら大釜にお香と鉢を入れて煮込む。出来上がったものを飲む。材料はすでに大釜に入っているはず。頑張れ、過去の自分より。そこら辺に大釜が転がっているに見えるのかい？つまり、私らにできることは2つあるってこと。あなたがこのポーションを作るか、まあ難しいこっちゃない。あるいは新しい大釜と材料を私の元に持ってくるかだ。大釜はどこに探せばいい？腕のいい鍛冶屋なら作り方を知ってるかも。あ、これか！手混ぜ機。どうやって手混ぜすればいいんですか？手混ぜする場所ある。これ何これ？ここ。うわー。縦切り丸太と木の板と釘か。ちょっと次作るわ。分かっとけばよかった。なんか言われてる。でもこれどこで作るんだろうね、この錬金術の。教会の地下にこれを作るわけかって。ちょっとごめん。お土産か持って帰るね、ばあちゃん。悪い。俺も別にこれ仕事でやってんだわ、これ。土産ぐらい持って帰んねえと話になんねえんだわ。すまんな。しばらく来ないと思うから、ばあちゃんまたね。しばらくというかもう当分一生来ないかもしんない。ストーリーと関係なかったら。でもこいつなんとかしないとなんかダメな気がするけどね。帰りましょう。うわー、ここ作ったら超楽なんだな。オッケー、把握した。でだ。どうしよう、これ、置いて地下行ってみるか。先に。置いて、放置して、ちょ地下行ってみます。ここで作れるのか。あー、作れた。手間ぜき、木板、単純な部品、釘、はい。もう無限にいるわけだ。それ系は。オッケー、もう無限に作るわ。てかこれ、間に合わないかもな、これ。どうだろう。木の板と、ネジが確か必要なのか。釘。で、縦切りを、縦切り大量に作ります。で、あとは、木の板。10個ぐらいでいっか。お、すぐなくなるね、これ。いや、今日中に収めないと、また1週間待たなきゃいけないから、これ多分。めんどくさいっちゃめんどくさいんだよね。よし。多分、まあ、6個あれば大丈夫だろう。ちょっと待って、一回寝る。一回フルで寝て、で、この勢いで、水と、ろくろを作るところまで行きましょう。ろくろ何個作ればいいんだっけ？20個って書いてなかったか？1つで？あー、ってことで7個作ればいいのか。なんか作れそうな気するね、これ。え？水、あ、水持ってんの俺。は？おい、手間ぜきって書いてたじゃねえかよ、おい。おい、ちょ、マジ？僕の苦労は一体。手間ぜきで作るって書いてなかった？え、ちょ待って。え、マジで言ってる？え、これ作るって、使うっていうので作れたの？やっぱり。はい。まあ、人生こんなもんよ。まあ、おかげでいっぱいできただろう、いろんなものが。なんか、茎とか知らんけど。じゃ、これだけあれば多分向こう行けるんじゃねえか。橋かけれるんじゃねえか。おい、持ってきたぞ。はい。ふむ、なかなかに不格好だ。だが、貧者にはぴったりである。教会の活動におけるその他の関わりも記しておこう。教会を大教会にすることも考えていいぞ。信仰と金を意味するところになる。大教会ならさらに近づける。そして神聖祭上のものはない。
だから教会内部と外の墓場のどちらもだぞ。ん？つまり墓場で30に到達する、教会で20に到達する。マジか。魚？まあそれはどうでもいいや。まあちょっと墓場頑張るよ。墓場も教会も頑張るのはいいんだけど、うわー掴んだな結構これ。ちょっと待って、もうお祈りしちゃおう。はい、ということで今回はこんなところです。バイバイ。はい、こんにちは、くんです。じゃあやっていきましょうか。本日のグレイブヤードキーパーですけど、これ見てください。これ 2個作りました、実は。はい、2つ作ったのでかなりのね速度でこのインゴットが焼けるようになります。あの今まで1つだけだったんですけど、倍の速度で焼けるようになります。そしてもうちょっといろいろ追加しようと思ってるのが、このテクノロジーをね、見てください。これ200まで貯めたんですよ。これめっちゃやったからね、これ裏で260、20まで貯めましたね。これ何をしたいかというと、この丸ノコってやつを作ろうと思ってて、地下のさ、なんか変なゴミみたいのがたくさんあって、あれをなんとかするにはこの木の支柱っていうのが必要になるって見たんですよ。このまず丸ノコをアンロックします。最終的にはですね、丸ノコじゃなくてこの組み立て台の方もアンロックしていきたいんですけど、まずは丸ノコをロックしたので、丸ノコを作りたいんですよ。丸ノコってどうやって作るの。複雑な部品10個。まあまあ見てください、この複雑な部品8個、単純な部品18個、釘20個。見てください、このそうそうたる面々。めちゃくちゃ頑張りました。はい、めちゃくちゃ頑張って作ったんですけど、ノコギリにそもそも複雑な部品10個使うとは思わなかったね。はい、まあ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 いいや。とりあえずノコ、丸ノコを、よし、丸ノコ作りました。この鉄のインゴットの焼くスペースが倍になるから、多分複雑な部品の製造量もだいぶ上がってくるとは思うんですけどね。木の支柱、ああこれ複雑な部品が必要なんだ、そもそもで。すごいね、ジュイーン、やばいな、すごい量の物資が必要になってくるような気がします。そして木なんですけど、木もねだいぶ尽きてきちゃいつつあるんですよね、この辺。実は木の数が、ほらなんか見てもらったら分かるんだけど、だんだん少なくなってきてるでしょ。そう、まずいんだよねこの木を。なんとか無限な木をどっかでなんとかできないかなと思いつつ、今まだ資源を浪費し続けてる感じです。これグレタが切れるね。もうちょっとこう再利用、再生産性のある本当は暮らしをしたいんだけど、残念ながら資源を浪費し続けてる感じの流れになってます。今さ、テクノロジーでなんかないのかな、自然と農業とかで。でも普通の木が作れるような感じじゃないんだよね。だからまあもしかしたら何か生え変わる要素が、この石の畑みたいなのがどっかあるのかなっていう気もしなくもないですけど、とりあえずもう一個作りましょうか。ジュイーン、はい、これで木の支柱が6つか、6つ手に入ったので、まあただ複雑な部品が0か。お、そろそろ鉄が焼き上がりそうですね。鉄が焼き上がりそうなんで、一回ちょっと眠って、で鉄を複雑な部品4つぐらいに変えてから、ちょっと地下を見に行きましょう。実際どれくらいのものが必要なのかっていうのがちょっとまだわからないので。鉄が焼き上がってますね。インゴット、はい、で複雑な部品を2つ作っときましょう。じゃあちょっと見ますか、状況を。あ、それこんなんやってたな、そういえば。ここか、片付ける。木製のくさび材。あー、そういうのも必要なんだ。どうしよう。とりあえず、木製のくさび材を作るには、縦切り丸太材をここで変更しなきゃいけないんですよね。ちょっと横切り丸太材をちょっと入手して、で、この薪割り所で、こんなのがいるんだね。あ、体力がなくて作れませんので、一回寝ます。寝まくってるよ。よし。でも下のあそこをどける意味ってどれくらいあんのかな。なんかせっかくどけるんだったらさ、この地下で一箇所どけたいところがあってですね。これ結局何、ここは物入れ箱。あー、地下物入れ箱か。まずここ行きたいんだよね。こいつ、ちょっと待って、片付ける。おい待ってくれ、おーいどこ行くねお前、おい待ってくれ。おーい、お前だよ、お前。ヘイヘイヘイユーヘイユーヘイユー。あ、おい、ハロー。今忙しい。せっかくここで人に話しかけられたのに。まあ、ともかくここのね、ドアをね、開けれるようになったような気がするんですよ。鍵が取っ払われたので、ちょっと鍵持ってきますね。鍵ができましたと。ちょっとこの辺預けとくね、これ。
一回。さあ一体何があるのか。てか、ここの、本当にここの鍵なのかわからないけどね、そもそも。この鍵がいるみたいだ。え、使えるっしょ。え、もしかしてあいつに話しかけなきゃいけないのか。あの、例のこっちに行ったやつに。あいつに話しかけてこそようやくこの鍵が開くみたいな。あいつどこ行った？だこれ何これどここれ。おお！すごい便利。近いし、しかも。絶対おかしい、この距離感は。この距離感は絶対変だ。こんなバカな。そんな、なんかワープしてるぞ。ハッチは今は閉じている。こんなワープなんてありえるか？まあまあ、いいんだけど別に。なるほど。随分、じゃあ、なんか効率は良くなったね、これで。ただ、あいつがいる時期を見計らってから行かないとダメだな。あと、もうちょっとやりたいのが、石の墓標とか、これか。この十字架をもうちょっとね、墓系を充実させていきたいんだよね。墓関係。墓関係をちょっと充実させたい。プラス、青ポイントをいっぱい取りますわ。ちょっと今、死体からいろいろ抽出して、まだ研究してないのがあるから、このメモと、メモ1個だけだったら多分研究ができないな。ちょっともう一回見てくるか。多分ね、この、教会地下もまだね、多分やれる余地のあるもの多分あると思うんですよね。教会の地下行ってみますか。これ地上移動しなくて済むよね。でも下のさ、瓦礫全部溶け切ったら。そうそう、このメモを作るにはインクと物語が必要。白紙。教会の作業台が必要って書いてあるね。教会の作業台を作りますか。これ作れるんだな。ほら、作れる作れる。めちゃくちゃ物あるからね。教会の作業台を作りますと。で、インク、フラスコ。は？フラスコ？水。何黒色ペンキって。錬金用ワークベンチ。ごめんなさい、何ですかその錬金用ワークベンチって。タイマー？すごいね。皮膚。あ、皮膚からこれ作れるんだ。白紙が。あー、なるほど。こういう風に作っていけるのか。錬金用ワークベンチ。錬金用ワークベンチってどうやって作るんですか？錬金作業台のこと？少なくとも、炉が必要っぽいね。炉2か。炉2って何？これか、炉2。あー、了解。この50が必要なんだな。まあまあまあ、別に赤ポイントだからすぐ溜まるからいいんだけど。この青ポイントがね。おお、手に入ったね。まあでも、なんかこの、あ、青のやつなんだっけ？この青のなんかこの、まがまがしい何かみたいな。腐敗して手に入るのか、このメモ。腐敗させるか、メモ。はい。あ、で、4つ手に入ったと。よし、あー、この下の心臓とか持ってくればまだ手に入んな、これ。これか、ガラス吹き。塩水、複合塩ガラス炉。は？ガラス研究しなきゃダメなのか。はい。やばい。めっちゃ大変だ、これ。また必要になってくるのか、いっぱい。大変だな、こりゃ。複合塩ガラス炉。複雑な部品。錬金術作業台。めちゃくちゃ大変だね。この心臓とか持って帰るか。よし。この辺も研究でできるだろう。さあ、大丈夫かな？なんか、ロー2とか置く場所あんのかなこれ。とりあえず寝るか。あとさ、金策できてないよね、全然。金どうするかとかが全くなんか考えられてない気がする。金に関することがまだできてない。まだ石を売るぐらいしかまだなんか、なんか鉄のインゴットとかまだ売れるほどのものでもないからな。売れるレベルじゃない。正直まだ。石しかないのかな、まだ。石売るしかないのか、俺は。金儲けだな。金儲けのやり方だな。ちょっと、困ってるのが。とりあえず加工します。まだまだ鉄のインゴットは大丈夫そうだね。全然。あ、そうだ、これ作ってみるか。この石畑。川の砂10個あればいけるぞ。持ってくるか、川の砂ぐらい。ささっと。じゃあこの辺に、あー、これだろ多分。川の砂って、おお、すげえ手に入ったな。一気にこんな手に入るもんなんだ。何個持ってく？まあじゃあ20個ぐらい持ってくか。やったね。ついでに伐採して帰りますか。はい。何が起こるんだこれ。石の畑って何？これ何これ。瞑想。は？は？は？
石の畑ってそういうこと？え、ごめん、何の意味があんのこれ。え、家で寝ろよ、ちゃんと。ちゃんと家で寝なさい。なんでそこで寝た？よくわかんないな、動機が。木の、複雑な鉄部品がない。オッケー。作るか。で、あー、くっそ。はい、また入れます。すごいな。量産体制だな。よし。あとどうするか。なんか、この辺の木とか切りたいけどね、本当は。この木とか切れねえのかな？切れねえのか？ロックされてんのか？あ、ガラス吹きいけるな。よし。次か。長いな、道は。あと100いるのか、ポイントが。あと、この30もいるし。すげえな。くっそほどいるぞ。さて、さあどうする？研究してくるか。この辺を。研究しましょう、じゃあ。研究して、青ポ取って、で、あと赤ポをちょっと増やす作業かな。じゃこの境界とかももうちょっとちゃんと立てたいけどね。研究します。はい。やっば！相当取れたな。足んないし、しかも。足んないは信仰も科学も。まあ、十分取れたし、いいか、とりあえずは。あと、ここか。この辺の信仰力を高めるために、多分ベンチとか、釘はあるけど、木の板が必要なんだ。何この食材。お。はい。え、なんか置きまくれたけど大丈夫なのこれ。使用する資源を選んでください。は？ね、使用する資源って。何をすんのこれ。何ができんだ？まあいいや。なんか、とりあえずなんか、プラスにはなった。ただ、簡単な鉄部品がゼロになりました。同時に。とりあえず、木切って帰るか。で、木を何に加工するかな。そういえば、人参なくしたからなんか、ロバも来なくなっちゃったね。人参入れてないから。まあ、ロバしばらく来なくてもいいんだけどさ。あ、やばい。薪がなくなった。おー、ついに薪割りの時間か。よし。ちょっと中に、薪ぶっ込んで、はい。よし。俺、環境問題にさ、すごい関心が深いからさ、いつか資源が尽きるんじゃないかってのはすっげー怖いんだよね、こういうゲームやると。で、ごめん、環境問題関心深くないんだけど、実は。なんかすげー、なんか気になってこない。なんか、え、これっていつか尽きるよねみたいな。これ有限な資源だよなみたいな。石みたいなさ、明らかに無限みたいな資源はさ、なんとも怖くないんだけど、ワンチャン積むんじゃねみたいなさ、なんでなんだろうな、これそういう性格なのかな。なんかワンチャン積んだらやばくねみたいなさ、謎の心配し始めちゃうんだよね。わかるかなこの変な感じ。すごい心配になってきます。有限なる資源を心配する YouTuber の鏡だな、俺は。よし、ちょっと簡単な部品作成をして。複雑な部品取っとくか？いや、とりあえず、鉄インゴットを全部簡単な部品に変えときましょう。次のお祈りの時はあれしたいよね。次のお祈りの時さ、結構なんかすごい、体勢を整えてからお祈りしたいよね。ちょっとお祈り頑張るシーズン次の動画しますか。はい、ということで。うっす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 。ということで今日はね、前回何をしてたのか、ちょっと時間が空いて忘れちゃったので、気を取り直してですね、このイベントをやっていこうかなと思います。で、商人やろうか。しゃっくり草を持っていく。この辺からやっていこう。でね、ちょっとしゃっくり草のね、位置とかについてちょっと調べてみたんだけど、やっぱり魔女の土地にあるらしいんですよ。こっちですね。だから、やりたかないけど、この単純な鉄部品と、複雑な部品とかなどなどを持って行って、もう一度ここを開けに行こうかなと思います。このずっとあれ放置してんだけど、の下腐ってすげえことになってるんぞ。水沿いなのに多分異臭が多分漂ってんだろうな。で、やることなんだけど、ここの橋を架けるから、俺が。まあ待ってろ。壊しながら行こうか。鉄鉱石もどんどん焼きたいからね。焼いて増やしたいからね。はい。あ、おい、どこや？どこや、これ。ちょっと待って。ちょっと待って、おい、どこだ、これ。うわぁ。朝の白もやってやつ？なんかヨーロッパだとこういう空気感あるよね。なんなんだろうね。ヨーロッパってさ、なんか白いもやかかってない？あ、これ俺だけ思うの。ヨーロッパのさ、映画とかでさ、こう、ちょっと中世のさ、描写とかが出てくるとさ、決まってさ、
なんかもやみたいなのかかってるイメージがあるんだけど、なんでなんだろうね。ああいう、そういうものか。こんな感じになるのかな。朝もやみたいな。なんか、平地みたいなのが多いとなったりするのかね。高地か。高いところの土地とかちょっともやかかってるじゃん。霧みたいなのかかってるじゃん。俺気象については全く詳しくないから、もしかしたら高い土地とかだと気候条件的にこうなんか霧が出やすかったりとかすんのかな。知らないけど、すげえ適当なこと言ってる。んで、ようやく見やすくなったな。なにこれ。あ？これなんだ？ああ、はい。え、なんすかこれ。え、どうしようこれ。何すよ。何も捨てたくないんだけど。あ、死亡捨てるか。破壊。はい。しゃっくりさ、あ。はい。はい。って感じだね。一応持っとくか。いくつか。よし。Joy to the world, the Lord. Oh my god! うるさい。言うな。わかってる。ちゃんと俺がメモも取らずに言ったからこんなことになった。でも大体俺の人生ってこんなことが多いような気がするな。特にろくに確認しなかったり、そうだな。人間関係においては釣った魚に餌をやらないってよく言われるな。まあ、つまり、なんか、まあ、そういうことだ。よし、帰ろう。しゃっくり草先にあげてくるか。この機会に。あ、でもちょ待って。なんだっけ？ショーにいるときってなんだっけ？お前、いついんのお前。うーわ、昨日いたし。最悪だな。まあ、わかったよ。とりあえず。んで？これか。今後のために10個ぐらい作っとくか。なんかポイントがバコバコ手に入るな。なんかね、これ後半になると時間をスキップしまくらなきゃいけなくなったりして、寝まくるらしいよ、後半は。ちょっとだけ見たけど。後半はめっちゃ寝る時間が必要になるらしい。まあそれはそうだわな。なんか週に1回のイベントとかあって、次の週までスキップとかになると、まあそれはそうなるわなっていう。よし。で、ちょっと待って、これ入れときたいんですけど、この辺とか。寝ましょう。どうせあと1週間分かかるからさ、これで、まあ、しゃっくり草を取って、ちょっと魔女のところの道をカットして、であと錬金術だな。錬金術のなんかレシピとかもちょっといろいろ調べたいよね。なんか錬金術もあれできるらしいから、そうで、それをしないとダメらしいんだよ、そもそも。あ、ちょっと待って、ウェイト、あいついるかな。いや、あいつ、あー、いる、おーい、こいつのイベントができそうだな。動くな。なんだお前は。墓守だ。そして教会の神官でもある。なら関係ないことに罪を突っ込むな。こっちにいくつも使える探検があるんだ。ちょっと待って、鍵を渡すじゃダメなんですか？僕鍵持ってますよ、ちなみに。違うんですかね。鍵ありますよ。こっちは剣を持ってる。爽快なら言っておく。僕は、俺は獣のように死ぬまで戦うからな。俺はいつも死ねる。お前はどうだ？私は危険みたいだ。相手は危険みたいだが、私はまだ人殺しの覚悟はない。今はまだ。腑に食と古い本など興味はない。あー。え、鍵じゃだ、え、ダメなんですかこれ。鍵。これじゃないんだ。研究しないとダメみたいな感じ？もしくは。あ。いけるのかこれ。やった。よいしょ。で、ちょっと待ってよ。錬金術。錬金台みたいなのさ、これか、錬金作業台、あ、複合円錐からスロー。あ、なるほど。了解です。複合円錐なんちゃらってやつがいるのか。そういえばそんなのあった。そういえばそれがないみたいな話してたんか、この前騒いだ覚えがある。やばい、めっちゃ大変だ、これ。また必要になってくるのか、いっぱい。大変だな、こりゃ。これか。50。あ、もうすぐじゃん。だから、ロー2がいるのか。え、ロー2ってなんだっけ。ロー2、これか。うわ。はい。了解です。えい。ほう。あ、こんな手に入んな。小麦粉。へえ。まあまあまあ、ちょっと一回上行きましょうか。ロー2。はい。ロー2アンロックしました。で、次は、複合円錐ガラスローか。ちなみに、ロー2って何？ロー2。複雑な部品。あ？なんだ、豚かわしって。複雑な鉄部品こんなたくさんいるの？やばくない？あ、どんどんできるかな？まあ、でも、まあ、
できんことはないか。あー、まあ、まあ、ちょっとやってみるか。まあでも、鉄さえめっちゃあれば、まあ、複雑な部品はまあ、そのうち、溜まってはいくけどね。あとなんだっけ？ロニが。よし。はい。できましたが。ね。豚かわし。な、豚かわしってどうやって作るんだっけ？教会のテーブル？ん？まあちょっと下行ってみるか。地下。あ、いなくなってる。これは？教会のせい、あ、これか。皮膚。皮膚？人間の皮膚から豚の皮の髪を作るの？すごい面白いことになってない？それ。意味わかんなくない？え？え、わけわかんなくね？豚じゃないじゃん。人間じゃん。人間の皮で作った髪？え、クトゥルフ神話でそんなのなかったっけ？そんな本。確かあったぞ。クトゥルフ神話で人間の皮で作った髪みたいな、人間のこう、恨みとかなんかそういうのをなんか、こう、こもってるみたいなやつで見たことある気がするんですけど。怖いな。ちょっと皮足りるかな？それに転がってるやつの皮持ってくるか？ワンチャンありだぞ。転がってる、水辺に転がってる死体の皮を剥ぎ取って持ってくるっていう手段もある。あ、いけるわ。よかった。よし、これで作れるっしょ、ロガ。ロ3。また来てるし、こいつ。好きだな、ここ。何のために来てんの、あれ一体。何しに来てんだろうね、あいつ。まあ、よくわかんないよね。おすげえ、こんなとこ釘とか落ちてんだ。まあ、どうせいらんから、この辺全部、取っとこう。はい。綺麗にしました。この段階に至るまでなんか綺麗にしなかったことはそもそもなんかドロールな気がするけど。で、なんだっけ。あ、これできてんね。はい。はい。鉄のインゴット。鉄は無限にいるなぁ。で、ロ2。作れないんだが。おい。おい。おい、ロ2、ロ2置けねえぞ。ちょっと待って。これ壊すか、これ。宝石置き場。あと、これ切り倒したいんだけどさ。テクノロジーが。何なんだろうね、このテクノロジーって。ここもなんかちょっとよくわかんねえね。ノコギリかなんか使わないと切れないみたいな。なんかあんまりここわかんないよね。なんか。何なんだろうね、ここ。もうマジでよくわからん。こうなのかな？ちょっと、まあ、いいや。とりあえずこれいらんから、これここにロ2を置くと。鉱石置き場使ってないもんな、なぜか知んないけど。はい、ロ2。まあロ1はまだね、作ってるからね。だってロ2ってことは多分絶対これいるだろう。もうなんかやる前からもわかるわ。ちょっと作ろう。お、ちょうど30じゃないですか。お、いいね。ちょうどいいタイミングで終わりましたってことで、あ、何が終わりましただ。あと20あるじゃねえか。すげえな。で、あ、2つ作れるのか。で、フラスコが、とりあえずガラスを作るか。とりあえずガラス作っときますわ。なんかいりそうだし。で、ガラスを作らせてる間に、どうしよう。これでも作る？単純な鉄部品。これでも作るか。あ、資源が足りません。残念。じゃあ、ちょっと待って、一回寝て、で、どうするか。ちょっと待ってよ。鉄をまず回収。で、ガラス。フラスコ。絶対これいつか必要になるよね。多分。ちょっと、とりあえずガラスを作っとこう。で、複雑部品を。まあでもこんなもんか。まあ行きますか。あっちに。再び。よし、OK。こんなものをかけるのに時間かかったのか。なんてことだ。鉄鉱石を掘ってから借りましょう。あとあれだな。この辺も切って帰りましょう。今回はなんとか、かんとか、なんとかを作ってから、なんて言ってるかわかんねえな。なんかすごい複雑そうなガラスの部品を作れてから、今回の実況はやめにしましょうか。フラスコ作っとくか。いや、ちょっとやめとこう。一回ちょっと ガラスだけ入手させといて。部品が何が必要かもよくわかんないけどね。まだ。複雑な部品を作ります。お、いけるか。 OK、 テクノロジーアンロックできます。ということでアンロックできました。あー、フラスコ3つか。うわー、はい、結構時間かかるんだな。 OK、 まあ基本はガラスからってことか。
え、でも結構大変じゃない？あのフラスコ3つにつき1つだっけ？見たけど。なかなかちょっと骨の折れる作業になりそうな気がするんだが。てか何この。あ、青マーク入れるんだこれで。結構大変そうだな。あ、てか祈りも捧げない。でも忙しいな。薪割り切ったらちょっとしょうがないから、説法してくるわ。こんな神父さん嫌だけどね、なんか。死体はほったらかすわ。金のことしか考えてないわで。こんなの許していいのか。さあ、お前なんだっけ。ああ、なんかこれか。この辺やんなきゃいけないのか。墓場と教会がいい感じだってしなきゃいけないのか。両方微妙だよ、まだ。残念だけど。あ、でもなんか前よりは来たな。なんか残してった。はあ。いいね。うん、なんか。でもほとんどの人がなんか出す金がないとかって言ってる。せっかくだしなんか置くか。お、いいんじゃん。プラス、だいぶプラス上がったぞ。教会20か。まあ、墓もしなきゃいけないしな。これ、結構大変だな。で、どうすか。フラスコは焼き終わりましたか。焼き終わりましたね。じゃ、ラストフラスコ焼きますか。はい。ラストになるのか知らないけど。これなんだ、この金属スクラップ。金属スクラップ入れまくっても鉄の、これなんのか。インゴットになんのか。ああ、まあ、それそうだよな。なんかそんな気はするな。ね、まだまだ薪割りますよ。薪割って、割り疲れたら寝て、起きたらフラスコできてるでしょ。多分。これ作業中にこれ入れれないのか、焼いてる最中に。マジか。一回寝て。お、したらもう、あっという間に1週間、しゃっくり草を渡せる日が来るじゃないですか。あっという間に1週間が経つ。よし、複合塩水ガラス炉。おお、なんかギリギリだね。大丈夫かな。ロー2に強化。え、そういうのもあんの？マジか。ロー2になんのか、これ。え、じゃあロー2にする？あ、ロー2にするか、せっかくなら。はい。あ、鉄のインゴットが2つ焼けるようになると。これさすがにロー2に強化するには豚皮紙が足りなすぎる。豚皮紙とか作れるけどね。皮さえあれば作れるなら余裕だよね。で、ちょっと待って、フラスコを作ってる間にですが、ちょっと見ていきたいものがあって、なんかさ、何個で建てれるんだっけ、これ。3つ作れるって書いてあったけど。ああ、まあ、いけるか。複合塩水ガラス炉。錬金ミル。磨かれたなんとか。ああ、まあいいわ。チラシってどこで書くんだっけ、ここだっけ。インクと白紙？白紙は？ボロボロの本。ボロボロの本って何なの？どこで入手できんの、そんなの。ここでもできんのか、豚皮紙で。やっぱ死体が欲しいんだな。死体だな。なるほど。やっぱ死体ゲーか、これ。当然とは思っていたが。死体のゲームか。オッケー。次回。